どうもアガポニです。今回はチャプター9で行くことになる絵画の間にあるヤギの頭のオブジェを楽に撮る方法の紹介です。それでは早速行きましょう。本来絵画の間ではこの通路を渡っている途中でね、通路自体を下に落とされてしまうという罠にはまることになります。で、落とされた後は多数の敵を相手にすることになるので、一通り倒さないことには通路を元に戻せないという場面になっています。ただこれ、最初に罠のレバーを引く敵さえ倒せれば通路は下に落ちないわけです。ということで、レバー付近にね、先に手榴弾を投げておくと、こんな感じでね、レバーに触れる前に敵を倒すことができるので、通路も落ちないので、そのまま通過することができるわけですね。で、キーアイテムであるヤギの頭のオブジェを手に入れることができます。ムービーが入る手前、ギリギリまで近づいて投げないと届かないので、少しタイミングがシビアですが、まあ、成功するとね、ぐっと楽になるポイントになってますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。